朝日放送テレビ。朝日放送テレビは、大阪府大阪市に本社を置くテレビジョン放送局で、ある。単に、ABC とも称するほか、通称の ABC テレビを故障に用いる場合もある。放送対象地域は、近畿広域圏。コールサインは、ジョディ TV、大阪 15CH。リモコンキー ID は、6。2018年。 平成30年4月1日に朝日放送が放送持ち株会社朝日放送グループホールディングス株式会社へ移行後放送免許を含めたテレビ放送事業を分割準備会社朝日放送テレビ分割準備会株式会社に分割、承継し、称号を変更した朝日放送テレビ株式会社朝日放送テレビ朝日テレビジョンブロードキャスティングコーポレーションが運営する。 同局のテレビ番組の一覧については、朝日放送テレビ番組一覧を参照のこと。テレビ朝日をキー局とする案の純キー局。同ネットワークのパリ、上海、台北の各支局記者は朝日放送テレビから派遣されている。なお、大阪テレビ放送を九州合併から16年弱の間、東京放送をキー局とする JNN に属していた。 チャンネル番号は、アナログ放送では同社を引き継ぎ 6CH であり、近畿2府4県、約200カ所所在する UHF 中継局から受信する場合でも6にプリセットされていた。親局 6CH を使う民放は、TBS テレビ、本局、IBC、岩手放送、北陸放送の4局で、本局以外は3局ともに、JNN 系列で、本局も、 上述の通りかつては JNN 系列だった。またデジタル放送におけるリモコンキー ID もその流れを引き継ぎ6である。アン系列では同局の他にメテレや北海道テレビ放送 HTB も同じ6を使用している。アン系列でアナログ親局と同じリモコンキー ID を使うのは6の本局と1の九州朝日放送 KBC だけである。 文字多重放送を実施する場合、キー局のテレビ朝日と違い原則句点は使用していない。新聞のラテランや i プグにおいては、ABC テレビと表記されることが多い。大阪テレビ放送との合併作業期間である1958年2月29日から5月31日まで、朝日放送大阪テレビは、朝日を東部、1989年3月31日までは、 朝日テレビと表記されていた。なお、読売新聞中物社発行版、三重県東機集版では長らく朝日放送と表記されていたが、2014年6月12日付から ABC テレビの表記に変更された。一方で、本局公式サイトにおいては現社名の朝日放送テレビが多く使われているが、公式サイトフッターの著作権表記は、 アサヒテレビジョンブロードキャスティングコーポレーションではなく、アブドブで統一されている、いずれも文社化後において。また各種クレジットで用いるロゴは、現社名に変更後は、4代目、ABC ロゴの右下部、すなわち C から伸びる、斜めラインの下に小さく、TV、またはテレビが入ったものに変更されている前社の ABCTV ロゴは主にテレビアサヒ系。 全国ネット番組やプロ野球中継、関西ローカルを含むに、後者の ABC テレビロゴは主にローカル番組や番組販売でのネット番組及び ABC 発の民興番組にそれぞれ使用される。さらに、ツイッター公式アカウント名も ABC テレビであるが、そのユーザー名、朝日 TV をそのまま読むと、朝日テレビになる。現在では、愛称の メテレをもっぱら使う名古屋テレビ放送とは異なり、本局においては、故障や、表記の触れ幅が、大きい状態にある、もっぱら、ABC ラジオの通称を使う、兄弟会社の朝日放送ラジオより、触れ幅が大きい。朝日放送は、徳島県及び、高知県も、報道の取材エリアとして担当しており、それぞれ朝日放送テレビ、徳島支局、朝日放送テレビ、 高知市局を設置している。特に徳島では ASAT の中継車も配備されている。高知で中継車が必要な台風中継などでは、徳島から応援に行っている。また、本局からアナウンサーなどの中継要員を派遣することがある。ただし、高知で緊急性のある事件、事故が発生した場合は、香川県の瀬戸内海放送や愛媛県の愛媛朝日テレビが、 先発隊として取材を行うこともあり、2007年発生した全日空機動隊着陸のニューでは、瀬戸内海放送と共同で取材、サメウラダムで渇水が発生した場合などはその役割の関係上、朝日放送テレビではなく、瀬戸内海放送が取材することが多い。朝日放送、当時でのアナログ放送の終了の告知案内は、平日は深夜に放送される。 テレショップとテレショップの合間に、休日はオープニングの前に放送されていた。当初は緑バックの静止画、ナレーションありだったが、2009年9月より、地デジカのイラストのものが流れていた。2004年11月30日までは、近畿広域圏内におけるアダムスのホスト局であったが、システム更新時に G ガイドの配信を行っている。 JNN 系列局の毎日放送に一本化された。なお地上アナログ放送の廃止に伴って、アダムス自体も廃止されている。超年点時代において、TBS、東京放送、現在の TBS テレビとの関係は、比較的良好で、全国ネットの帯番組が週一度朝日放送の制作となるケースもあった、ヤング720等。また、 早朝の情報番組も JNN 配達協定が関係したとはいえ現在と異なり TBS からのネット受けだったモーニングジャンボ等超年展開消当初ネットテレビテレビ朝日との関係は超年展時代の名残もあり決して従順なものではなく特に情報番組や報道番組などを中心に自社番組への差し替えが目立っていたこれは 朝日放送の方が歴史が古いことや、全国的に、後発局、平成新局の多いテレ朝系列局が苦戦を強いられている中で、老舗局として、近畿地区で大きなシェアを誇る、自負の大きさや、朝日放送への出資企業である、大阪ガス等が提供となっている番組もあり、その兼ね合いから、時間移動が困難な場合もあったからである。また、朝日放送は、開局から、 ネットチェンジまでの前日の経緯から他の在阪局と異なり、在京キー局との関係が上下関係のある親子の関係ではなく対等に近い夫婦の協定であるため、自社制作番組を中心に ABC テレビ朝日系列、ABC テレビテレビ朝日系列という表記が許されている。その意味で在阪の中で唯一キー局としての立ち位置を 全国系列局に対して持っているつぼねでもあり、そのため、テレビ朝日から番組編成の変更を要請しても、カくなナに拒否することがあるほか、逆に、テレビ朝日や番組スポンサー側が朝日放送に配慮した形で、近畿地区での編成変更に対応しやすい編成と、することがあった。ただし、日曜洋画劇場は番組スポンサー四社のうち三社が当時、 朝日放送テレビの放送エリア内に本社を置いていたこともあり、テレビ朝日の選択した内容を朝日放送もそのまま放送した。一方のネットテレビ朝日もネットチェンジ直後は放送番組確保のため、週末午ごとのローカルセールス枠で朝日放送から関西ローカル番組、夕焼け衝撃場、ただいま恋愛中など、いや、少年時代に TBS で放送された。 アニメドラマの再放送、必殺シリーズ、海のトリトンなどを相当数購入して放送していた。また朝日放送も、超年天時代に毎日放送や近畿広域圏の独立局で話されたネット制作のアニメ、東映魔ッコシリーズなど、ドラマ、ナショナルゴールデン劇場や時代劇などから人気作品を中心に再放送を相当数いた。 朝日放送でプロデューサーを務めた沢田隆が在職のまま設立に関与した東坂企画は TBS テレビ朝日の双方と番組制作で関係を持った。ワールドプロレスリングの近畿地区開催での試合中継については毎日放送は精力的に制作協力したが朝日放送は TBS の国際プロレス中継を放送していた頃。 うちにも抗議が殺到して困ったという理由から、毎日放送ほど、協力的ではなく、苦労したという。しかし、2000年代後半以降では、テレ朝の持ち株比率の増加や人的交流も増加、M-1 グランプリや、金曜21時代のドラマが、テレビ朝日との共同制作となったり、必殺仕事人シリーズなどをはじめ、過去に朝日放送で制作された番組が近年、 テレ朝チャンネルで放映されるようになるなど、人的、物的な面では、良好なものとなっている。その一方で、番組編成面では朝、夕の情報番組や、深夜などを中心に、自社制作番組が多い。例えば、平日9時55分枠では、テレ朝制作の、純散ポーネットせず、朝日放送テレビでは、自社制作の通販番組を流している。その他、 水曜日の阪神タイガース戦中継や夏の高校野球選手権大会の優先が目立つ。しかし、2009年3月から2011年9月まで、スーパー J チャンネルをテレビ朝日と同時刻からの開始となる冒頭部分のネットを実施したり、2012年10月1日より、ワイド、スクランブル、第一部ローカルセールスパートのネットを、2018年10月6日から、 スーパージェイチャンネル土曜版をテレビ朝日と同時刻からのネットに移行をそれぞれ行うなど編成の変化も見られるようになった。また、サッカー、日本代表の扱いに関して朝日放送、当時では日本代表の中継を阪神戦に差し替えて日本代表の試合をニュースステーションの後の録画中継にすることがしばしばあった。しかし最近は編成上の都合、 試合中継と報道ステーションが連結されるようになったためで、阪神戦は3テレビジョンで放映されている。朝日放送、当時は J リーグセレッソ大阪の株主であるが、2009年12月に長居スタジアムで行った J リーグユース選手権の決勝戦で、久しぶりにサッカー中継、録画を行った。また、2010年からはスカバー、向けにガンバ大阪の ホームゲームの中継制作を行うことになった。ゴールデンタイムの日曜日20時枠、ポツンと一軒や、火曜日20時枠、名位と繋がる。たけしの家庭の医学、21時枠、世界の村で発見。こんなところに、日本人を手掛けるほか、全日、ノンプライムタムは、日曜日8時30分枠、アニメ枠、プリキュアシリーズ13時前、後半枠、 新婚さんいらっしゃい。と、パネルクイズアタック25、平日13時台後半の帯番組、上沼恵美子のおしゃべりクッキング、土曜日朝8時枠、朝だ。生です旅サラダを手掛けており、ゴールデンタイム及び日曜朝の番組は、東京支社、それ以外の番組は、大阪本社がそれぞれ担当している。特に日曜日朝8時30分枠は、 情報番組枠だった1980年4月からの歴史を持つ。このほか2017年10月1日からは、サンデーライブ、日曜5時50分8時30分を開始。ただし、テレビ朝日、メテレとの3局共同制作番組である。かつては、日曜日10.11時枠、テレ朝中心の共同制作番組、サンデープロジェクト、 日曜日19時枠、世界一周スゴロクゲームなど、月曜日20時枠、クイズ仕事人など、火曜日22時枠、プロポーズ大作戦など、水曜日19時枠、霊館山館第6館など、木曜日19時30分枠、三四の国取りゲーム、金曜日22時枠、必殺仕事人など、土曜日19時枠も手掛けいた。現在同時ネットで放送されている、 レギュラー番組は7本で、在阪民放の中では一番多い。特に、日曜日においては、全国ネットのレギュラー番組だけで3本を有している、ことに加えて、長寿番組を数多く用している。朝日放送テレビホームページのアクセスランキング数は、上沼恵美子のおしゃべりクッキング、平日、プリキュアシリーズ、日曜日が1.2位の争いをしている。 2010年11月から2012年3月まで制作局クレジットに創立60周年にちなんで ABC60th Anniversary を表示した。在阪テレビ局では唯一前曜日で大阪本社のスタジオから放送されている全国放送番組を抱えている。火曜20時はテレビ朝日と共同制作の2時間ドラマ枠火曜スーパーワイド 火曜ミステリー劇場を放送。終了後は一旦、テレビ朝日制作枠になるものの、1992年4月に、月曜20時枠と交換し、情報番組、平成不思議探検隊がスタート。1993年、火曜ドラマリーグで、一旦、ドラマ枠に転校したが、1995年10月に、スタートした、ビートたけ司会の、 ケジの万物創世期でバラエティ枠に再転向。その後、タケシ、ところの和風が来た。最終警告。タケシの本当は、怖い家庭の医学、タケシの健康エンターテインメント、みんなの家庭の医学と在放送中の、名医とながる。タケシの家庭の医学など、タケシメインの番組が多い、林修の今でしょ。講座など、 テレビ朝日及び ABC 制作の2時間をは3時間スペシャルで休止になる場合もある。2008年10月改編で本来19時から放送される全国ネットの特番の冒頭の4分間を朝日放送の大株主である大阪ガスが一社提供しているローカル番組ビミアやな2009年7月以降はここ色に差し替え。 19時4分から飛び乗るという編成が行われるようになった。これが初めて実行に移されたのが同年11月26日放送の何これ珍百景2時間スペシャルで放送の1番目の珍百景候補の部分がミニ番組にかかってしまい放送されなかった。翌週の12月3日放送クイズ雑学をスペシャルと その約1ヶ月後の2009年1月12日に放送された Q 様。3時間スペシャルではクイズの冒頭4分間が近畿地区のみ放送されなかった2008年10月改編以前は全国同様スペシャルの冒頭から放送が行われていたがなぜ急遽このような編成を取ったのかという公式見解はないなお飛び乗り編成は特番が テレ朝制作の場合に集中しており、特番を朝日放送が制作する際は、ミニ番組の部分に当たる4分間を19時4分からの本編とは別番組扱いとなる。この後は区に充当し、予告編や本編と関係ないコーナー、スポーツ中継の場合は、直前情報として系列局へ裏送りしているため、内容自体は飛び乗りとならない。なお、水曜日放送分では、 関西ローカルのプロ野球中継に差し替える関係で土曜日午後に全国ネット特番が実際放送される場合は冒頭4分間の部分も含めて全編放送される。19時からの3時間特番スポーツ中継以外があるときはここ色を ABC ニュースの休止で時間帯が明く21時48分に移して特番を完全 フルネットで放送するケースも見られるようになった。2009年10月以降に放送された特別番組については、テレ朝制作であっても番組によっては、冒頭4分に本編とは直接関係のないミニコーナーや本編予告を放送し、以前のようにいきなり放送開始という事態とはならなくなった例もあるほか、二千十三年にはテレビ朝日制作特番での十九時四分飛び乗り局、 並びに朝日放送制作特番で19時4分まで放送のこの後枠をネットとするつぼねが複数ある場合を中心に番組本編の最初の CM まで編集を別としたバージョンを作り裏送りする場合がある。しかし特番の前の18時台に設定されているローカルニュース枠を越してミニ番組を前倒しするといった対応は緊急時を除いて実施していない。 年末年始の特別編成期間の時は、ココイロの番組自体が休止となるため飛び乗りは行われない。2014年4月改編より20時54分のスポットニュースを廃止、月から水曜は番宣枠になったため、この枠でココイロを放送することにより、平日19時に放送される全国ネット特番の飛び乗り編成はなくなった。木、金は20時54分に、 レギュラー放送のミニ番組があるため、これまで通り冒頭4分をここ色に差し替え。ちなみに2002年度以降、野球シーズン時の水曜日の特番は、阪神戦がホームゲーム、甲子園、京セラドーム大阪開催時は原則として、阪神戦中継に差し替えられる。この場合、その特番は、土曜日の昼間、お昼のワイド120枠などまたは、 日曜日の昼間に振り替え放送される。過去には振り替え先の土曜日が ABC 高校野球中継と重なって休止、返上されたケースある。毎日放送や関西テレビなどがローカル番組への差し替えを原則ローカルセールス枠に止めているのに対し朝日放送はネットセールス枠でもローカル番組への差し替えが目立つ阪神戦中継 ABC 高校野球中継 ネオバラエティなど、その代わり、ローカルセールス枠となる月曜19時の番組の差し替えは稀である。ゴールデンタイムの番組が近畿地区のみ、野球中継に差し替えとなった場合は後日放送されるが、深夜番組など、特にスポンサーのつかない番組が特別編成、世界水泳などのスポーツ中継や危機メテナンスなどとなった場合、 休止となりその回の代替放送もされない場合も多い。朝の情報番組、おはよう朝日ですが1979年4月から放送されており、その前には、おはようコール ABC が1995年10月から放送されている。アン、フルネット局では唯一、グッド。モーニングを五時台終盤の、アンニュース、5時50分5時59分のみしか。 放送していないつぼねである。年末年始に、おはようコール、おはよう朝日ですが、休止となる場合でも、グッド。モーニングは、アンニュースパートを除き一切ネットされない。関西地区では他局に先駆け夕方ワイド番組である、ワイドアブクド、デスをスタート。関西密着した番組作りで支持を得たが、長年のライバルである毎日放送が1999年に、 チチンプイプを開始して、以来次第に劣勢に立たされ、2004年10月からは、報道色を増した、ムーブ。で巻き返しを図った。そして2006年6月の視聴率調査では、ついに、チチンプイプを抜いて同時間帯でトップを奪還した。なお、ムーブ。の放送により、スーパー J チャンネルの17時台の内容は一切、ネットされていなかったが、2009年3月に、ムーブ。 が終了して、ニュース U に衣替えされるとともに、スーパー J チャンネルの17時台の内容を一部ネットすることになった。その後、全国ニュース、アンスーパー J チャンネルを挟み、18時15分からは、ローカルニュース、ニュース U、キャストを放送している。平日深夜には、月から木曜日のローカルバラエティ番組枠、ナイトインナイト、テレビ朝日は、未放送や、 探偵。ナイトスクープが編成されているため、ネオバラエティ枠の番組や、金曜ナイトドラマシリーズは、テレビ朝日や系列同時ネット局より1時間15分、金曜日は1時間9分遅れで放送されている。また、テレビ朝日では土曜未明に放送されている、タモリクラブ、日曜未明に放送されている、サマーズ、バッツサマーズ、2009年10月より、ネット開始。 そしてメテレでは月曜に放送されているキングコングのあることないことは2011年2月より月曜未明に一括りの形式で3番組まとめて放送されるようになった放送順はあることない子、サマーズ、タモリクラブ。またこれらは本来30分の番組だが近畿地区では CM を増額した上で35分としている。一括り形式放送になった現在でも 各番組35部のままであるため、非常に CM が長い。テレビ欄やイプグでもまとめて表示されるため、二つ目以降の番組の放送時間がわかりにくく、視聴や録画の際の妨げとなっている。朝日放送テレビに限らず、近畿民放では、本来30分の番組を35分に、60分の番組を65分にするという CM を増枠する、編成が非常に多い。 不定期ながら、ネオバラエティは午後に3分間のミニ番組、番組やイベントの PR 等を放送したり、各曜日の放送時間がまちまちなため、1時以降の番組が週によって違う時間に放送される。これは、メテレでも同じ現象が発生することがある。対照的に、キー局のテレビ朝日の深夜番組は放送時間が一定である。そのため週によって時間が変わることはない。 7月下旬から8月下旬まで高校野球関連の番組によって23時台以降の番組は25から30分繰り下げて放送される。特に7月下旬は全英オープンゴルフや世界水泳といったスポーツ中継の影響でレギュー番組を休止するケースもある。また、これらの期間中に23時台の各曜日のレギュラー番組を休止し、代わりに 単発特番を組まれている。かつて朝日放送で放送された深夜アニメは、すべてキー局のテレビ朝日制作のものであったが、2006年4月からは、自社制作の深夜アニメや UHF アニメが放送されている。深夜アニメへの制作参入は、在阪局では、最後発であり、これで在阪局前後局が深夜アニメの制作実績を持つことになった。 また UHF アニメへの参入は、在阪局では4番目である、残る読売テレビも200年7月より参入したことで、近畿2府4県すべての民放テレビ局が UHF アニメの放送実績を持つことになった。自社制作の深夜アニメ第1号は、ガラスの艦隊。UHF アニメは、歌われるものと、夢使い。朝日放送にとって、 日曜8時30分枠以外でのアニメ自社制作、及び同時期の複数作品でのキー極端は、1996年10月改編で、回答セインとテールの終了とともに、ゴールデン枠から撤退して、以来から約10年ぶり。同年10月期には、メテレとの共同制作である、銀色のオリンシスも放送していい。2007年4月改編でテレビ朝日の深夜、 アニメ枠は一時撤廃されたが、朝日放送の深夜アニメ枠は、同回編で開始されため、テレ制作の UHF アニメ枠の一本でかろうじて、残っていた一本しかないのは、朝日放送は、メテレほど、UHF アニメを多くネットしていなかったため。戦術のように2006年4月期は日本ネットしていた。しかし2008年4月改編でその目。 テレ制作 UHF アニメ枠も消滅し、以後は2009年1月よりニクールの間テレビ朝日、制作、黒神ザアニメを放送しただけに止まっていた。その後、2012年10月改編では木曜未明、水曜シニアに、テレビ朝日制作、新世界より及び、UHF アニメ、俺の妹が、こんなに、可愛いわけがないトゥルールートスペシャル版、別ルート版はメガバイトで、 放送済みの放送に伴い、水曜アニメ、水門の名称で新たに深夜アニメ枠を設定した。さらに2013年7月期には7年ぶりの単独制作深夜アニメとなる、現影を、駆けるける太陽、フリーを、水門枠、サーバントサービスを金曜未明、木曜深夜に、臨時設定した、木曜アニメ枠にて放送。このように、 同時期に3本新作シーンやアニメに参画するのは初めてとなる。同年10月期には TBS 制作委員会参加の UHF アニメ協会の彼方を放送。2016年4月回編では古くから毎日放送がアニメシャワー枠を設けている日曜未明、土曜深夜に新たにアニサタ枠を新設、合計3本枠体制となった。また、 同年7月からはアニメ事業を分社、発足した ABC アニメーションが制作業務を担当。同社が日曜朝8時半枠、プリキュアシリーズと共に深夜アニメ作品の制作やメディア展開を担っている。深夜アニメにおいて、視聴時の警告テロップは2009年までは表示していたが、2012年から表示を行っていない。一部作品は、 目からテレでも放送されているが、テレビ朝日への逆ネットや、BS 朝日への供給は依然として実現していない。部長刑事を放送する都合から、2002年3月までは、土曜夕方枠も独自の編成を敷いていた。朝日放送の主要取引会社である、大阪ガスが40年以上提供する放送枠を動かすことができないためで、全国ネットで土曜19時30分から、 後に改編に伴い18時30分から放送されている番組を朝日放送では夕方の全国ネット開始枠より前に放送することで朝日放送では19時30分からの30分間を部長刑事総枠に当てるというものである1999年2月27日の放送番組を例に挙げる参考1999年2月27日付の山陽新聞 この編成のため、1987年10月には、通常金曜19時30分からの放送だった、アニメ、宇宙船、サジタリウス、テレビ朝日制作が、最終回のみ、同年7月の石原雄二郎政挙特番の影響による特例で全国ネッテは、土曜19時30分からの放送となったことから、朝日放送のみ、同日17時55分から放送されるという、 陳現象症が発生した。なお、前回の放送、通常通り前日19時30分は、朝日放送でも通常通り放送されたが、上記特別編成の影響からか朝日放送のみ、次回予告が独自のものとなった。また、1986年9月に光の伝説が終了するまでは、土曜19時は、本局制作によるアニメの放映枠だった。 2018年4月期より、日曜23時台に、ドラマ L 枠を解説、テレビ朝日ほか一部系列局にネット。また2018年10月期には、木曜未明、水曜シニアに、クボイスが放送されている。HD、ハイビジョンカメラ、すべて HD 対応。2018年4月の朝日放送テレビ文書設立に伴い、 従業員が朝日放送グループホールディングスから当社に承継の上で移籍している。2018年4月以降は旧朝日放送から全員が自動的に転籍して朝日放送テレビへの所属となるため朝日放送ラジオとスカイエーでのアナウンス業務は当社から派遣される形で従事している。同じく手分社した TBS テレビ &TBS ラジオ札幌テレビ &STB ラジオ CBC テレビ &CBC ラジオと同様で事実上のラトケン A 曲共通。テレビでの肩書きも ABC テレビアナウンサーに変更。現在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。